とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、タワー更新ですね。今回どんな感じでしょうか。おいいきなりかい。なるほど、ほうほうほう、すごいぞ。待てあ、やばい。いや、これ結構やべえぞ。やべえ、なかなかだ。オッケー。ちょい待って、あっぶねえ。よし、あっぶねえ。やられそうだった。よし、一回結構危ないね。クリーパーがむちゃくちゃ出てきてやられるかと思った。一回えぐ。まあ、いきましょう。今回クリーパーが多いタイプなのかもしれませんね。あ、エンチャント見てなかった。あ、蜂があったんだ。あー、いいね。まあいいや、火力から取っていきましょう。エンチャント良くないけどね。あー、これ最初に蜂入れとけばだいぶ楽だったと思います。うん、ちょっとエンチャント見るの忘れてたね。やっぱ蜂よ。蜂があると全然違う。もういないね、こっちは。 OK、 よし、蜂出ろ。出ないか。もうちょっと出てきてくれれば楽だと思うんだけど。よし、はいはい、まあまだ全然余裕です。星寄る変えようか。買いましょう。で、こっちも蜂がついてていいね。いきまーす。あ、危ねえ。ああ、いいんじゃない。やっぱクリーパーが今回ね、結構出てそう。今回出るよ、クリーパーが。あとこっちだけか。オーケー。あと上終わり。いや違う、下にいるな、これ。下にいますね。あ、こっちか。よし、終わり。まだ、どこ。あー、いた。意外と多いんだな。3回クリアです。なるほど、これ序盤が難しくって後々楽になるっていうタイプだと思う。なんかやたら敵多いな。ゴーレム持っていけ。長いシーズンは勘弁してほしいな。どうだろう、あんま長くないなら嬉しいんだけど。まだ出るか。でももう出ないかな。おーい、意外とまだ来る。あとは大丈夫でしょう。いや、ほんと敵が結構多いな。よし、で奥にあと1、2体いておしまいかな。はい、おお、敵が多いな。あ、これバジー持っていくか。てか俺出してなかった。 OK、 ボス次第だな。
何が出るでしょう。めんどくさいやつは出ないでほしい。でもなんかね、邪悪なレイス出てきそうな気がする。邪悪なレイス来そうだな。しゃ、5回終了。次いいのはなんか出ないね。防具がなんか使えるやつが欲しいんですけども、ないのかい。防具はないんかい。あれば嬉しいけど。しゃ、いいね。逃げるなってもう。あいつ、終わり。はい、6回クリア。次どうだ。ああいいんじゃない。うん、この傭兵はまあまあいいでしょう。まあまあとりあえず雪玉から入れていこう。で、ポーションバリアにするか、クールダウンにするか、まあまあ、アーティファクト次第だね。今の感じだったら、ポーションバリアの方で良さそうな気はする。でも、後々なんかね、いい装備が出てきたら、クールダウンを使いたい。よし。7回クリア。やっぱ序盤だけだったかな、難しいのは。あとあとなんか大したことないよ。うん、いらない。最初はなんだ、ユニークか。ならばもう防具を上げちゃおう。反逆者で武器火力がないから武器が欲しい。ボスじゃないよね。ああボスじゃない、 OK。イオンモールみたいな感じかな。ちょっと出るまで待ちますか。おーとクリーパー出る。できれば敵が一気にね出現した後に前に進んでいきたいんですけども、なんか脇が遅いね。うん、脇が遅めです。おーおーおお、そんないないんかい。ネクロとか出てくるかと思いきや全然出てこなかった。あー火力ないからね。パワーシェイカーでなんとか火力を上げましょう。でクールダウンだな、パワーシェイカー出るなら。こんな感じでいきます。ゴーレムが動かんぞ。怪しいなあいつ。よし、待って待って待って。よし、 OK。 いいんじゃない。あ、落とせるね。うん、落とせる落とせるけども、まあいいか。うん、でも落として倒した方がまあ確実に早い。オッケー、ナイス。武器欲しいな。ああ。いや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 、うん、反逆者でいいよ。オッケー。いやでも優秀な防具はあったね。耐久力はないけど、耐久力はないんだけども、まあいいでしょう。火力もこっちの方がある。はいはいはい、 OK。 終わりか。おお、少ないね。全然いけれる。あー、釣り竿まである。今回いや違うんだね、好きな武器がない。
でもね、もう変えたいのよ。もう変えたい。変えていきたいんだけど。よし。その上はゴーレムに任せていいか。ナイス。あ、終わりか。あれが引っ込んだらおしまい。はい。いやー、ないなー。ないねー、武器が。まあ、まだパワーシーがあるからね。全然なんとかはなるんですけども。あー、なるほど。袋がついてる。っていうことは、ソウル系が後であるかもしんないね。もしかしたら、もしかするとソウル系の強いのが後から出るか。よし、終わり。ちょっとそこ気になるところですけども、まあ、どんどん進んでいきましょう。25分ぐらいで行きたいな。あー、雷の杖があるのか。まあ、一応取っていこうかね。あんま得意な武器ではないけど、うん、得意武器ではないけども、持っていきましょう。 OK、 いいエンチャがついた。いや、出ないな。いや、なんかクリーパー多いかなって思ったけども、ほんと最初だけでしたね。後からは全然出ない。うん、いや、ここもネクロがもうちょっと出るのかなと思いきや、全然出ないね。いや、出てない。矢はいい感じに出るけども、お、こっちに段階。あ、待って、呼ばないで。あれ、あ、そっちか。はいはい、ちょっとネクロ多いけど、まあ全然余裕ですね。これはいらん。で、商人、防具あげるかね。もう魂の袋は今回はいいや。何がついた。おお、アクロバットか。まあいいんじゃないですか。そう、使わんかもしれんけど。いやー、ここまで戦いにくい場所。危ない危ない。パワーシェイカーで進みましょう。 OK、 いいね、いいんじゃない。ああ、でもそうね、ソウル系があれば一気に貯めれた感じではありますけども。マジか、確定。むちゃくちゃ硬いじゃん。おお、おお、やられたね。まあまあ、ずっと出してたからね。これ仕方ない。パワーシェイカー残り2発、これで倒しきりたい。よっしゃ、オッケー、おしまいかな。あの草が出てる。おお、ここなんか悩ませるね。アップドラフトも愛のメダルもいいし、うわー、
武器かな、いやー悩むなー。いやこっちで行くか。うん、これでアップドラフトで行きます。危ねえ危ねえ危ねえ、待って待って待って、危ないよ危ないよ、ここ戦いにくいな。こんなところでクリーパーが出てこられるとちょっとやりにくい。いや、まあまあ余裕ではあったけど戦いにくいね。あ、サイズ変えようか。うん、サイズに変えよう。いや、エンチャントよくねえな。それ見とけ、俺。まあ、衝撃波でいいでしょう。あ、釣り竿があったね、そういえば。うん。釣り竿サイズは、強いんで。ああ、それはありだな。OK。ああ、待て待て待て、どこ行く、危ない危ない、逃がすとね時間かかるんで極力逃がしたくない。終わり、18回。まあそれなりに順調で、ここでゴーレムか。今、まあ、変えよっか。ハープーンもいいな。まあまあ、うんうん、変えよう。ゴーレムがよく落ちる場所じゃん。落ちないでくれよ。いけるか。いけなかったね。ここはなかなか面倒くさい場所ではある。あ、でもここ多分おそらくね敵多いのよ。アップドラフトが、あ、役に立った。ナイス、いいんじゃない。でゴーレムを出していけ。わお、すげえ多い。よし、ゴーレム来んなよ来んなよ。うわー、めちゃくちゃ多い。なんだこれ、すっげえ多かった。まあまあまあ、こういうとこではねアップドラフトが輝くね。いい感じです。虚無があるか。ああ、なるほど。もしかしてボスを虚無らせた方がいいのかい。そうしろっていうこと。かな。怪しいぞ。あれがないとボスに時間がかかるとか、とかかもしれません。お、ちょっと待って、雷すごいな。あ、危ねえ、落ちそうだった。今はすっごい雷になってる。昨日天気よかった。あーのかにね、いいんじゃない。もうここはこれでしょう。うん、ゴーレムもまあまあいいよ、いいんだけども。わお、やーい、いいねいいねいいね。待って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 、よし、オッケー。ちょっと弓がもう全然弱いわ。オッケー、よし、オッケー。ここ結構苦手な人多いかもしれない。ラビジャー2体いるし、風使いとか結構めんどくさいのが揃ってるね。
でもってクリーパーまでいると。はい、21回、あー21回そこそこ注意が必要っぽい。ここはいらないでしょう。うっそ、マジか。嫌いだわー。 OK、 まあまあとりあえずこれ時間かかりますのでちょっと早送りしますね。あーでも虚無はないけども、あのドラフトはプロラフトあるんで、そもそも早く倒せそうな気はする。いや結構時間かかった、結構時間かかりましたわ。ここはちょっと対策が必要ですね。対策なしだとちょっと時間かかっちゃいます。ソーブレードもいいけどな。いやいや、このまんま行きます。ちょっと悩むね、装備が何にするかね。これでいい、もう全部防具でいいです。さすがにまだ残り回数が結構あるんで、ちょっと耐久力上げとかないとね。エンチャントとかを全然入れてなかった。照明と雷ぐらい入れとけ。弓がなんか欲しいね。あ、そうか、俺照明入れてなかったからか。照明入れてればもうちょっと楽だったかもしれないね、テンペストが。こっち出るんでしょ、結構。いや、そうでもないか。あ、いや、出る出る出る。オッケー。まだ来るか？もう来ないか。大丈夫ね。よし、オッケー。あ、ジオマンサー結構いるな。めんどくせえ、あいつ。でも、アップドラフトあるから。倒せるね。終わりでしょ。どう？よし、OK。武器もね、そろそろ変えたいよね。得意じゃないけど、まあ一応していくか。いや、虚無がね、どうかわかんないのよ。まあとりあえずいいか。クリティカルじゃなくて虚無で行きましょう。攻撃派の突拳はなかなか強いんでいいかな。OK、一発ずつね、衝撃波が確実に出るっていうのが強みだよね、これの。衝撃波との相性がめちゃくちゃいい。えい、いいじゃないですか。ここも敵多いね、やたら出るな。奥の方多分いないよね。ちょっと待って、あいつ変なとこ来んなよ。倒すのが面倒になるからね。おしまいか。よし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 、いいんじゃない。ああ、いや、そうでもない。まあドラフトをパワーアップしていきましょう。今26回、6789、まだまだちょっとあるな。でしかもここはクリーパーが出ると、まあ、問題ないけどね。問題はありません。他が雑魚いんでワンパンで全然倒していけるね。おーい、結構来るな。 OK、 気づいた。あっち
ないでしょうか。よし、最初だけがね結構めんどくさいかと思いきや、後々も敵が多くってなかなか時間がかかる。あースケールメールもあるんだ。ならばそうね、他の武器とかを変えていったりしてもありかもしれませんね。ヘイ、エンチャポイントはちょっと取っときます。うん、ちょっと装備何が来るかわからないんでちょっと取っとこう。あ、でもそうか、虚無があったところでっていう感じか。そうね、うん、虚無があったところで効果力のやつがないんで、そうか、そこまでダメージは期待できないのか。そうだな、アップドラフトもまあまあダメージあるはあるんだけど、そんな超火力ってわけでもないしね。 OK、 いいじゃないですか。終わり、よし、27回終了。うん、いらんね、なんか弓がね欲しいけど、今回弓があんまり好きなやつが出てない。破滅音できるやつも特になかったしね。あれが使えるようだったらいいけども、多分今回はできないっぽい。よし、でもまあ全体的にそんなに難しくはないですね。うん、若干難しいなって思うところは、まあ、あるにはあったんだけども、全然クリアできないレベルではない。 OK、 いいんじゃないですか。まだ、はい、あ、キノコもある。あー、いやー、こっちかな。え、武器これでクリアするか。いや、最終的になんかあるでしょ。まあ、なんか別のやつがあると思う。あ、来た、食らった。まあまあいいや。強いやつ出てこない。お、なんかネクロとかタワーガードとか出るかなと思いきや、あ、出ないんだね。なら楽勝じゃん。え、お、終わりっぽくない。いや、まだか。おしまいだ、これで。いや、うん、こんなもんか。で、ボス誰？あの、邪悪なレースやめてよ。ソーブレードで。なんだ？あ、まあまあ、こっち、特に変じゃないか。怖いな。オッケー、こういう感じでいこう。はい、何が来る。パワーシーカーももうパワー全然ないのよね。お、よし、オッケー。あ、イリュージョナーね。はい。まあ大したことなかった。まあイリュージョナーもう残してたらちょっと危なかったかもしれないね。速攻が決まってよかったです。はい、うん、衝撃か。まあ
でしょうね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。